電気回路入門シリーズ2章3回目であります。3回目ですが、最後までぶっ飛ばしていきたいと思います。まず、前回紹介した、平均値と実行値の超まとめが AL1 の表ですので、ぜひマスターしておきましょう。それから、マスケットの中での OK 波とか正弦波とか三角波の書き方、その反波性流波形の書き方、それを円にすると、きれいに書けますが、三角波だけ前半と後半に分解して、部分積分しないと正しい答えにならないよということを、前回、こうは全体でやってしまうと、絶対値平均にはバグってしまいますよ、という、まあ、見えないバグを紹介しました。他は問題なく計算できております。反波整流も、何ら問題なく計算できております。ところが、確か、三角形の反波も、まあ、二分の一かける一割る二分の一なんで四分の一なんですが、この三角波というのに確か、絶対値をつけると、まあ悩んだということは、なんかの例外処理をいろいろ雇ってバグるということがありますので、この見えないバグに気づくかどうかというのが、今後のプライムセブンを使っているときの、まあ、一番の鍵となります。言い換えると、プライム6までで問題なかったやつをプライムセブンで読み込んでも、問題は発生したように見えませんし、ここに絶対値があった状態でもプライム6で正常に終わっていれば、読み込んだ瞬間は正常のままですので気づきません。再計算をすると、ここに絶対値があった場合に、間違った答えに計算し直されたということになりますが、数値エンジンで計算したのは合ってますので、シンボリックエンジンのバグに気づかないという可能性が一番問題であります。で、前回のベクトル図で、これの前回の最後に、フェーザー図のかっこいい書き方を紹介しましたけども、そのところの、横軸時間で書くとどうなるかっていうのは、確認問題2.3です。まあ、こんな感じで、三角関数の E1 と E2 を足したってことが、うまく可視化されております。片方が 5V で片方が 3V の、E1 と E2 の足したやつの大きさが、例によって、各々の事情和のルートでいいかなと思うと、等しくないことに注意が必要です。まあ、直行しとればこれでいいですけども、これみたいに操作が90度ではない場合には、ちゃんと計算しないとダメということであります。これはそのことをアイサーキットという、やつで違っとるでしょうということを紹介しています。アイサーキットでも、ここにあるのことは全部可視化することができます。で、前回紹介したこの絵の描き方です。では、前回以降ですけども、数値がプラスかマイナスかというのはシータの中で含めることにしたので、位相差はもうこの、これとこれの差ということで、基準にしたやつを目的のやつから引くということで、位相差が105度と。つまり、ここが105度ということは、θ2 引く θ1 で、
75-30 なんで、75+30の105となっているようにして、この辺、ちょっと、統一性を持たせました。他、遅れと進みの関係の説明が詳しく書いてあります。フェーザー表示の大きさと角度で表す書き方に今までのやつを改めるとっていうので、指数関数を使って、各号とかが紹介されています。1と2と差と2と1の差の関係について、絶対値は等しくなるにまとめても、位相差が180度ずれるよということを紹介しております。例題 2.2 から後ろは数学的な演習なので、加法定理その他、電気回路でも簡単に証明できるよということと、指数関数の微分とか積分に対して、交流電圧下での電流の、LDTDI とか C 分の1インテグラル IDT の関係の、微分積分関係がマスクでも簡単に計算できることが証明されております。まあ、この辺数学的な問題はマスクなんで何の問題もなく解けると思います。それで超まとめは大きさ E の J 角度というのとリアルの事情とイマジの事情のルートが大きさで角度はアーグタンジェントの実部分の距部と。この関係だけマスターすれば、2章は終わりと。って感じであります。これも一緒ですね。から、インピーダンスとアドミタンスの関係の変換公式を文字式で取り取るものです。これもまあ同じような感じだと思います。アクティブラーニングの2番は、加法定理をさっきの、オメガ t よりシートだけ進んだやつで、求めてみると、加法定理が電気回路の、シータ進みの制限波で簡単に証明できるといったあたりの説明をマスルで詳しく書いてあります。アクティブラーニング3番は、さっきの三角波の、平均値ですけども、これはバグってしまうと。さっきの値とここの値ちょっと違ってますけども、これは横軸の周期によっても変化するみたいであります。今度は2秒を周期とする三角波で書いていると。この8分の7になって、取るのは嘘で、イコールってやってやると、正しい、三角波の平均は、発光値の2分の1と出てきます。ただシンボリック評価すると、もう悩んだ瞬間におかしいですね。こんなものはあっという間に計算するはずに悩んでるということは、何らかの理由でバグの処理をする、ルーチに入っていって、最終的にバグっとるということであります。したがって、まあ解決策は、前半と後半に、プラスの力とマイナス力に分けて計算すれば、でもこの絶対値の悪さをしとるみたいなんで、うまくいくということであります。まあ、実行値の方は事情してやっていくので、問題なくちゃんと計算できていると。で、三角側でもこういうノグリハになると、ちゃんと正しい値を、計算してくれます。以下、小末問題で、ほとんど計算するだけというのは、まあ、問題なく、
式を書くだけで答えになっております。一層その時だけ、遅れなのか進みなのかということをプラスマイナスで意識して書くと。それから大きさと角度というのをマスクの中で、リアルパーツにマジナルパーツに分ける場合にはレクタングラーというのを使うと。シンボリックで一発で解けます。で、みんなそれで解いている形です。逆に2つの複素数があった時の大きさを求めたかったら絶対値、角度を求めたかったら ARG で、大きさと角度を求めることになります。こことここの部分です。で、例によって、それを、まあ、特にプログラムとか使わずに、矢印で書く作戦を、ちょっとまあ、矢印なしにただ単に棒で書くという作戦を、ここでは紹介しています。ここには、あくまでもグリッドの関数なんで、この赤い点々のグリッドのやつを使っただけで、さっきの矢印の関数は使ってないということです。その他、特に問題なく、全部うまく解けています。はい、以上です。